ボリス・ゴドゥノフ役のメルニコフ、1874年イヴァン・アレクサンドロビチ・メルニコフ1906年7月8日は、帝政ロシア時代の有名なオペラ歌手、サンクト・ペテルブルクに生まれる。1850年に商業学校を卒業する。1861年から1866年までの間、無料音楽学校の校長を務めたガブリール・ロマー・アーキンに、 声楽の個人レッスンを受ける。1866年、イタリアに赴き研鑽を積み、翌1867年、マリーンスキー劇場で上演されたヴィンチェンツ・オベリーニの、オペラ、新京都のリッカルドを歌いデビューする。以後、1892年までの四半世紀にわたり、マリーンスキー劇場の首席バリトン歌手として活躍、多くのロシアオペラを総称した。また、 1890年からは、オペラの演出、アマチュア混成合唱団の結成、育成も手がけている。サンクトペテルブルクでボス。息子のピョートルメルニコフは、オペラ演出家となっている。ありがとうございます。